の数増えてません？これすごいな。さっき別の場所で見たのに、ね、車両一つじゃないのかもしれないですね。やっぱあここ本当は円形で、あれここじゃなくてどこだどこだ、いやこっちの円形の丸いやだ、これだこれ、父さんこれそっち、んどこだこれだ、あーこれね、うん、あーいいじゃないですか、そこでやるみたい、あ、なんか見たことあると思ったら、やっぱレッドデッドの1でここ来てるわ。マクファーレンって結構、一番最初なんですよ、マクファーレン牧場。あ、出てくるの？キャラクターが？そうですね、一番最初マクファーレン牧場スタートなんですよね。へぇー。ここの娘さんと、ボニーさんか。はい。うん、羊を馬で追いかけながら、うん、放牧させたり戻ってきたりみたいなのあるんですよ、最初。へぇー、そんな感じなんだ、最初。ジョンでしょ？そうです。ジョンです、うん、知らなかった、うん、モアシアジさんもいいねとかよくしてるから、うん、よしやろうか、知らんかった、知らんだ、はい、やりましょう、よいしょ、大振りだな、だいぶ大振りのやつだいぶ削りに来ましたね、よいしょ、よし入った、カウンターで入れられてたやろうとしてたことない、ね、このさ、うん、ファイティングポーズを取って取って、よいしょ、よいしょ、ほんと地道な削り合いですかねこれ、あれうまくうまくガードがうまくなかったの今、うわ振りかぶってんなおい、よいし、あーしまった、はいこれ、あぶねー、いたもう一発いた、危なかったぜ今、やりよるな、ああそうだ、ごめんなさい、帽子帽子帽子、ごめんね、ごめんね、今今アラグマ、ちょっとアラグマ2匹出てきたけど、嘘、それ気になってちょっと試合中でアラグマ2匹出てきたけど何、何それ、もう見たい見たいけど足元見てる余裕ないなこれ、ちょうどちょっとしまった、帽子脱げてから気づくってこれおじいちゃんなの本当よいしょ、いやでもそれ何パーそれ何この膝いいですね、2つコンボ入るんで、いいね、あーちょっとそうそうそうそのあーたけちゃったたけちゃった、ほら帽子なんだよね、帽子にたけちゃうとごめんなさい、ちょっと一回帽子かぶって、帽子かぶって一回帽子かぶって、うん、あそっちかぶる、うん、そっちかぶるのかよ俺じゃねえのかよ、あれそっちだ、ちょっと待ってちょっと待って、こっちかぶるわ、えこっちかぶるってこと、もう一個あんの、あ二つあるのか、もう一個、ちょっと二つに増えたほらほらルイクさん、ルイクさん、ルイクさんすげえこと言ったのか、うん、今地面に二つ、うん、俺の帽子ある、いやだからさドクさんの頭からハゲた時にハゲた時にハゲた時にで俺にはもう2個見えてるからね、で今レベッカさん1つ被ってるやん、そうそうそう、でだから見えて一番最初に見えてる方はドクさんがだから見えてる方だよ一番最初からね、え、じゃあレベッカさん今現状画面に何個見えてんの、2個あるよだから俺3つあんだよえ嘘でしょレベッカさんの頭と地面に2つある嘘でしょおい手品しかよ、どんだけあんだよお前だって俺かぶるよ、ちょっと怖いことかぶって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 、あーちょっと待って、え嘘、あ、肉、ちょちょちょ気持ち悪い気持ち悪い、レベッカさん今見えた、レベッカさん見えた見えた、ポケモンみたいになってた肩に乗ってたちょっと怖いよ、ピカチュウなんじゃない、怖いピカチュウなんじゃないの、もしかしたらピカチュウこいつとやってるの俺これから、うん、もう36だぜ
君に決めたっつって。ポケモンマスター目指す年じゃないのよ。いやー起きたねハプニングが。いや今のはだってあのレベルさんホラー様子だよね。だって今現状2人これ被ってるわけじゃん。うん、まだ下にドクさんには見えてるんでしょ1個。いやあの肩に乗ってから一瞬で消えたんだよ。へえ俺も肩に乗ったなとは見えたけど。2人結局被ってる状態、ね。うん、それもおかしいけどね。これでもすげえんだけど。おかしい話だけどね。うん、1個しか被ってなかったよねドクさんね。これはまたネタが増えましたよ。よしやろう。今日は美味しいね。2人被ってる結局これどうすんの。わからないけど。これ脱いでくる？もう脱いでくる。なんかね、これ多分被ってもまじでまたバグが起こりそうで。また、いえ、でもそれはドクさん見たいところない？もうレベッカさんめちゃくちゃ見たい。なんかこれからなんか起こる気がするよ。やろう。こっからやろう。編集ならこれで二人被って殴り合いやってるっていうのあの続きで見ても面白いしね。被ってんのかよっていう感じだから。いやおもろいわ。だから RDO やってられるんだよな俺。このゲームのねバグはね本当にあの駅で俺の帽子が浮いてるところからバグで楽しんでるあの時から楽しんでるよ。よいしょ、よし集中してやろうか。ちょっとアライグマに目いっちゃうけどどうしても2人かぶってやりましょう。続けましょう。あもう夜明けやん。夜明けだいいじゃん。ニワトリが鳴いとったね今。明るくていいじゃない。うん、いいじゃん。農夫が見てますよ。農夫なのかな。あ、夫じゃないね、あれ。いた！あ、帽子、帽子抜けたかどう？大丈夫かな？ 1 個だ、1個だ。抜けたの1個だ。1個だね。よかったわ。増殖バグがきついぜ、こいつら。なんでだろう。いや、おもろいわ、これ。何が起こるか分かんない。痛い、打ち下ろし、痛い痛い。胸ぐらはちょっとかわいそうだったけど今もう胸ぐら掴んだ時だいぶ指入ったからね服の中。そうやってお前おっぱい見たのドザクさん紛れておっぱい見たの。いや小ぶりやったからな見えなかったよ。言うんじゃねえよ。ちょっといいおっさんが乳首だけが高さみたいなこと言うんじゃねえ。ちょっと待って。あ、またやった。あと数ミリ見えたら夢、また男の夢がね、またおっぱい見てきた。どうしよう、ボブリ、大きく振りかぶって。急に、俺がなんかちょっとアドバイスしたら、急に成長したな、君。いや、あの、戦闘スタイルはやっぱ、勉強になるんですよ。言わないでボコボコにしたらよかったな。性格悪いな。性格悪いぞ、それは。痛い。はい、来た！あ、畜生！いや、ダメですよ。その、手には乗らないですよ。もうちょっと本当にね、戦闘スタイル変えたんでね、引くときに引くっていう戦い方をすれば。このラッシュが怖いんだな、このゲーム。うわぁ！はぁ。ビーン。これ、大振りずるいよな、でも。大振りってうまく大振り、次にガードしづらいでしょ、ほら。うん、これだって、これ対策しづらいんだよ。ガードしづらいでしょ。ダメージも入ってるからね、ほんと、結果。ちょっとインファイト怖いんですよ、僕。苦手なんですよ、そういうの。なんで？いや、そのインファイトほど手数が増えるから、どう対処すればいいか分かんないじゃない。うん。あ、すげえ離れたけど、今。今調子乗ったね、これ。やべ、サミナがない。あ、距離取る、距離取る。ありがたい、教えてくれんの。来い、さあ来い。よいしょ。こういうので削っていく。スタミナがさ、俺スタミナがないとあれだな、明らかにそうだね、うん、不利になってくるな、なんか知らんけど。どこい、行ってこい。ずるいぞ、そうやって動いて画面外に逃げんの。画面外に逃げると動きが見づらいんだよ、ほんと。それはもうカメラで自分で動かしてくれや。僕がマルグスティックを動かすというね、労力がいるじゃないか。よう、ゲーム慣れてんな、俺。なんでそんな他力本願な。ああ、よし来た。ああ、ダメか。ダメ、ダメ、やらせないよ。徐々に回復してんな。もうやめて、その大振り、本当に無理。次合わせんの無理。ああ、もう、ちょっと勝つぞ、絶対に、これはもう、悔しいからな。絶対勝たせんぞ、本当。しまった、銃、うまんと置いてきちゃったな。銃で勝つ気かよ。いや、もう、隙あらばだよ、本当、悔しすぎるよ。おいしょ、はい、ああ、よっしゃー。悔しい、ほんと悔しいね、ほんと。危ねー。
ギリギリだから悔しいんだよ。俺ももうあと一発だわ。おい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 、どうなってんの。気持ち悪い、気持ち悪い、怖い、もう出る、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。ミュート離脱してたよな今。なあ、何今の。どうさん見えた、どうさん見えたの。てか俺のね、レベックさん、俺の画面って真っ暗じゃん。あ、真っ暗というか白、白の世界じゃん。あの色が抜けた色素の、うん、あの世界で俺のキャラクターが幽体だって。マジで怖い、怖えぜ。ちょっと待って、俺もね今ちょっと動画残しとくわ。ええの撮れた今、気持ち悪かった。レベックさん俺マジで怖かったもん今。背筋ゾクッとしたし。ほら、ね、レベックさんこれバグ絶対起こるし、あのこのさアライグマが散らばってるのって数合ってんだよね、これ。散らばってますね。これ合ってるよね、数。とりあえず今2個見えてますよ。そう、2個。ただ、ドクさん、俺が担いだ時は3つあったからね。もうちょっと待って。さ、担いだ瞬間に、ドクさんの体の中から、アライグマがブワーって、吹き出してきた。気持ち悪い。おい、もうちょっとレベックさん、言葉に、早く見せてくれ。言葉に残しても気持ち悪かった。いやレベックさん、あの素晴らしいことにちゃんと動画撮れてんだよね、うん、マジか、これあげようすぐ。俺は時間帯見計らうよ、やっぱ俺もう夜あげちゃうとね、うん、埋まっちゃうから朝あげた方がいいから。俺もう早速、え、見ていい、今日終わったら編集するわ、これ。これはこれはひどい。ちょっとレベックさん今日面白いね。今日なんかすげえな。だって今日怒ることが起こることが。今日なんか気持ち悪い。いや正直アライグマが増えた時にもう、うん、あこれピークかなって思ったんだよ。終わってからそれありかって結末よね、本当。すごいね。いやー美味しいわ、レベックさん。アライグマでも可愛いもんなんだけどな、気持ち悪くなっちゃったな。俺もだって俺もう晒し物って言われてもいいけど被んなくなるぞ。気持ち悪いなこれは。なんだろうね、だってこのファイトが負荷大きいの、うん、そういうこと。あ、冷静に考えてみたときに、違う、なんかね最近帽子バグ多いんだよね、普通に多いの。うん、だって俺も自分の死体見てるだけで怖いもん、これ。また乳首手で隠してるよ。これもバグ。いや、それはもうドクさんの心意気でしょ。心意気はバグに勝ったかな。絶対見せられない、絶対見せられないってことでしょ。だってちょっと内股になってさ、うん、めめしさ出しながらの乳首隠してるから自分で見ても気持ち悪いもん、あれ。俺には残念ながらそう見えてないから、それはちょっと楽しみにしてるわ。これじゃあスクリーンショット撮っとくわ、うん、ごめん、ちょっとリベカさんトイレ行ってきていい？いいよ。あのね、あのゾクッとしたせいで本当に尿意もいやだって分かるでしょ、レベッカさんも、ゾクッとしなかった。分かる、いやもう本当に俺、ね、気持ち悪ってもう言っちゃったもん、普通に。いや俺引いちゃったもん、本当に自分で。ちょっと俺も飲み物取ってくるわ、このタイミングで。じゃあすいません、はい、はい、レベッカさん、んちゃんと取れてるし、うん、ちゃんとレベッカさん気持ち悪いっつってるわ。いやあのね、ちょっと待って、気持ち悪い気持ち悪いってめちゃくちゃ言ってる。いや幽体離脱したからね、本当。いやもうひどかったな、笑ったわ。だってね、もう幽体離脱もそうだけど、うん、あの毒さんの体の中からアライグマ吹き出してくるのはもう気持ち悪くて。それがね俺の方には見えてないのよ。ブババって。え、俺って何、ちょっと待って、俺どうだ。いやそれはそうですよ、人の体の中からアライグマ出てきちゃったら怖いです。レベックさん、こっちのアライグマにちょっとかぶり直してみるわ。うん、まあもうあいいでしょう、うん、あこれは大丈夫だ。あアライグマ、でもアライグマ2匹あんのおかしいね、これ。ちょっと待って、4つになった、4つになった。うわーもう怖い。あでも1個減った、増えてるぜおい。あんた何者だよ。ちょっともう1回かぶり直してみて。もう1個減るんじゃん。あでも消えた、あれ、え、じゃあもう最後の1つ、じゃあドクさんこれ、え、もう1個あんの、もう1個あんの。え、ここにあるよ。どこに？え、それは俺が、それも俺も見えてる。今、徳さん、計何個あんの？計、画面には3個あるね。ああ、じゃあ大丈夫だ。じゃあ、いやー、怖ー。あ、4つ目。4つ目。もうわかんない。4つ目。俺1つしか見えない。4つ目来ちゃった。これじゃもう1つあるよ。ちょっと取って、これ。
あ、消えた。え、消えた !5 個 !5 個あ、消えた。あ、ドクさんが蹴った瞬間消えた。あ、アライグマが、アライグマが、どういう状況なのこれ。ドクさんの、ドクさんの足元にワープしてきた。気持ち悪い。おやむ、ちょっとこれはまずい。気持ち悪いよ。僕もわかんないよ、それ。ガチめに気持ち悪い。俺って、アライグマ被りすぎて、アライグマ、アライグマ飼ってんだ、きっと。勝ってんの？生きてんの？ケツ、松は勝ってんの俺。こいつは被り物じゃないの？生きてんの？からんからもうわかんない。命宿ってる。生きてるじゃない。命宿っとるわ。そう、やっぱり大事にしてきたからね、ずっとね。なんか愛が宿るっていうのね。ちょっと待って、ちょっと待って。怖い。どうしたどうしたどうした、もう怖い。入り口がバタバタしてる。入り口がバタバタしてない。してないよ。ちょっとマジで怖えよ。ハロウィンイベントかよ。やだ。え、でも。いや、誰も通って、あそこ誰も通ってないのに急にバタバタしたよ、今。今は止まったけど。ちょっと待って、レベカさん、ここにまだ帽子あるんだけど。うん。俺。今、私には4つ見えてますよ。じゃあ1つ被るよ。うん。はい。消えた。あ、ポケモンになった今、一回。ポケモンになったの？ポケモンになった、一回。一回ポケモンになったよ。何でできてんの？でも、いや、モンスターボールの中入っちゃったけど、すぐ。一回、ピカチュウみたいな扱いされたわ。あー、ちょ、4つ。わからんぜよ。なんか、ドクさんの履物みたいに追いかかれて。意味がわかんねえよ。どうなドクさんのアライグマスリッパみたいに、足元に置かれて。え、ちょっと、かぶり物だろまず。かぶり物です。かぶり物です。うん。かぶり物です。うん。わからんよ。なんかもう、アライグマじゃなくて、ジョウロに見えてきたな、俺。じゃあもう、ジョウロに見えてきたな。お、誰か来たぞ。あれこの方はあれあタクさん誰誰タクさんじゃないのあ、ゼブラミン系なんだ、タクさんじゃない。タクさんです。ってことはだ、あのミン系だ。ゼブラミン系が来たゼブラミン系が来たぞ。おい、やつが来たじゃないか、おいおいおい。今はちょっと怪奇現象に引っ張られてるから。ちょっと待って、おいおい、ギャングが来たよ、ギャングが。あの噂に名高い、ギャングが来たぞ。とりあえず、おとなしく縛られるとこ、今は。挑発されてるよ。あ、だいぶ、痛い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 。ちょっとね、今ね、たくさんす。君ら来る前にちょっといろいろ恐ろしいことが起きます。なんかね、このゲームいろいろ恐ろしいこと起きますよね。あのね、なんかドクさんの頭にかぶってたアライグマが増殖するっていうちょっとホラーが起きまして、ホラー起こってたところ急に来たギャングが襲ってた。ギャングに襲われてるわけよ今。いろんな、ちょっといろんな、いろいろ情報が多すぎて、ちょっと、ギャングが暴れてんのもどうかと思うんだけど、ちょっと待て。おい、レベッカのおじきが今目の前でやられたんだけど。包丁で腹刺されたわ。いやー。もう全、ゼブラミン系団は出場しないの？第2回。ん？はいはいはい、ちょっと待って。ん、すいません。レベッカさんなら分かると思うんだけど、コウモリ捕まえてくる。ではまた出た。ミュート。ごめんなさい、ドクさんちコウモリがね、毎日入ってきちゃうんで、うん、そう、コウモリを捕まえるっていうミッションが毎日あるらしいんですよ。リアルで。うん。嫌ねないのかね、多分ね。お母さんにちょっと毒って言われてるのか分かんないけど。コウモリ捕まえてって言われて、多分今コウモリ捕まえに来ました。うん、迎えるじゃん、やろ、ほいほい、うん、あれ結構いろいろ戦い方変えれるからね、あの人ね。練習してんのかな、あの人。うわー、また胸触ってきた。ちょいちょい触ってくるな。うん。
いった。変わったなあ、でも。よいしょ。せめぎ合い、すごいせめぎ合い。よっ。よっ。ほっ。俺ガード硬いって言われてるでも。よし。痛い。うるせえ。ガード以外は緩いけどな、これ。よし。よい。よいしょ。くぅ。おお、なんか倒れた。え、ちょっと待って、ちょっと。え、どういうこと？ちょっと待って。どういうこと今？え、なになに？何今の？何今の？デイナマイト持ったけど、君。デイナマイト急に持ち出したけど。いや、今ね、俺の画面ではもうタクさんがダウンして、あ、倒れたなと思って、勝ったと思ったら、急に立ち上がってデイナマイト持ち出したんだけど、なんなん。ちょっと待って、これ動画残さなきゃダメだ。これ動画残さないと、これ。こういうのが。